ツイキャスつまんねえよ。もうなんでドイツのこいつのさ、お祭りみたいに焼きそばばっか食ってんだよ、マジで。もう見てらんないよ。やっぱ俺様がこう降臨して雑談しないといけねえなと思って、みんなマルカ食品のペヤングに乗っかってるだけだから。でそれで取れた数字で気持ちよくなって今日お休みなさいみたいな感じだと思うけど、もうひどいよ。まだ食べきってる人ならいいよ、食べきれてない人食事だもん。ただ焼きそばを食べてる食事で、しかも食べてる人たちも早くもなんともない。もうあんなもんもちろん早く食えるわけないよね、バカみたいな量入ってんだからさ。いやほんとバカばっかりだなと思って、もうなんか出たから新商品だみたいな感じで買って、なんかうーとか言ってさ、リスナーに頑張ってねーとか言われながらとか、なんかお前そんなもの食えねえのかよとかって煽られながら食って、もうプーンもう無理ですとか、食べ終わった後に閲覧が9割ぐらい減ってね、自分自身を見てくれる人の数字が見えた瞬間虚しくならないですか。いかにペヤングに人が集まっただけで、お前自身に誰も興味がねえってことなんだよ。お前がペヤングを食うところに興味があるんじゃなくて、ツイキャスの統計みたいなもんだよ。配信者が大体何分ぐらいで食うのかとか、何分ぐらいでギブアップするのかなっていうような、まあ情報を手に入れるためにお前にアクセスしただけなんだよなあ。本当にね、食べ物を最近粗末にしま、ね、粗末にしがちなマルカ食品のペヤングネタに乗っかること、てめえらはネタがねってことなんだよ。理解すべきだな。あとマルカ食品、最近ね、ペヤングのスパンがね、短すぎるよ。最近はさ、なんかもう1ヶ月に1回とかやってて、なんか飽きてきてるから、しかももうちょっとなんか、フェミニストじゃないけど、アンチみたいなのも湧いてきて、ちょっと食べ物粗末にしすぎなんじゃないのっていう声も上がってきたりしてるんで、まあそろそろちょっと気をつけられた方がいいんではないのかなと思いますけどもね。いや俺はペヤングを食べずに置いておくだけでネタになるから、ここにあるだけでいいの。俺別に食べないもん。俺食べるって言ってないもん。俺は買ったよって言ってるだけで、どこに食べるって言ったの。俺今日定時配信って帰るとき食べるわけないじゃん、そんなの。だから食わずしてここに置物として置いてるだけ。俺は今日やることがあるってことなんよ。ああ、俺はもうオブジェでしかないから、絶対に食わないから。抜いてるだけ。絶対食わない。お前その面絶対忘れないからな、お前これ絶対食わないから俺。抜いてるだけだから、こんなの絶対食わない。こんなもんだって、4184カロリー。成人男性の1日の、カロリー摂取量がだいたい2000カロリーって言われてんだよ。お前、2日分だぞ、2日分。こんなものをね、35歳、糖尿病、高血圧、肝臓が悪いおっさん、こんなもん食ったら、死んじゃうの、こんなもん食えるわけがない。しかも見たら、絶対に一人で食べないでくださいって書いてあるのに、ファミリーマートの店員、箸一本、見た目で判断しやがる。絶対に一人で食べないでくださいって書いてるのであれば、箸は何本もくれるのが筋だろう。なんで絶対に一人で食べないでくださいっていう商品に対して、わしに箸一本しかくれへんのじゃ。なあ、お前髪の毛の色と顔のサイズとお前体のサイズとお前これ食えると思ってるけど、食えるわけないじゃん、こんなの。はい。いや、僕はもう最初から謝ります。食べてる皆さん、大変素晴らしいです。僕は絶対に食べられないので、絶対に食べません。そもそも。はい、申し訳ございません。僕は文句を言うだけで、絶対に食べないから。うん。ちょっと待って、逆逆、俺顔でっか。逆ペヤングでっかじゃない、顔でかくない、これと同じぐらいなの。逆俺顔でっか、顔でっか、マジで。逆ペヤングでっかじゃない、俺顔でっか。ちょっと待って、ちょっと待って、顔でかない、こんな違うの。うん、これは何、数々の配信者が食べてんの。おばあちゃんのハンカチやん、でかっ。ソースも食べるけどさ、いやちょっと待って、ちょっと待って、まあ、ちょっと待って、ちょっとこれ何、これちょっと待って、マンションみたいになってるよ。すごくないこれ、ちっちゃいやつがさ、すごい段になって入ってんだよ。火薬の量やばいもんこれ。野球選手のロジンバッグみたいなさ、ね、すげえ量だぜこれ。これだけ食ったら健康なんじゃないの。
こんなに量多いのにさ、ふりかけとスパイス超少ねえの、こんだけしかないのっていう。なんか今までいろんな食い物でさ、いろんな愛心者煽ったりさ、三流だろ何流だこう言ったけど、これは煽れんわ。もう見てわかる強敵感がやばい。うん、ドラクエレベル13でバラモスに挑むようなもんだもん。圧倒的に勝てる気がしない感がすごい。意気込み、頑張ります。一生懸命頑張ります。うん待って、こうふりかけあったもん、一個目の中に一緒に湯がいてた。出した。おいしいな、確かに。うん、おいしい。うん、久々に食べるとおいしいな。うん、うん、おいしいな。うん、ちょっと変なこと考えた。無理、終わり、無理。いや別に誰々が食ったとか知らない、俺は俺だから、うん、いや無理、うん、もう血糖値マックスだもん今、もう無理、うん、無理もう食えないこんなの。罰ゲームなんかあるわけないじゃん。なんで俺が罰ゲームしなきゃいけないの、食事で。うん、なんで俺が食事で罰ゲームしなきゃいけないの。俺何と勝負したんだよ、なんでで。こんなもん食わされてること自体が罰ゲームみたいなもんでしょうよ。ほんと子供だよな。なんかあったらすぐ罰ゲーム、すぐ罰ゲームって言うけど、人生捨てて配信にさ打ち込んでる時点で人生罰ゲームみたいなもんだからね。最大の死ぬまで一日で終わらない、墓に入るまで罰ゲームっちゃ罰ゲームだからね。うん。